ショートゴロ、横を押さえて立て膝、ヘッドスライディングはアウト、ナイスプレー。高めのボールはセカンドポジションに取った。三遊間ゴロ、深いところ踏ん張って一塁の送球、競争だ、アウト。村松いいプレーを見せました。3回の表ホークス三者凡退、0対0です。この辺りはショート村松、どうかな、ワンバウンド送球は間に合いました、ツーアウトです。セカンドの後ろジャンプして追いついた、村松高校プレイ、2アウトになりました。ロビンソンは味方がいいプレーで作ってくれました。ドラゴンズの1本に少しずつこう流れがねいいかなっていうところですよね。まあ本当にこう守備かな